今日のテーマはこちらです、はい、注目の麦わら帽子ファッションです。麦わら帽子、吉野さん、はい、かぶりますか？あんまりごめんなさいイメージが。あー、そうですね、私は今かぶらないですね。かぶらないですか？あら、うん、どうしてですか？やっぱりこう農作業でとか、はあ、まあ、もしくはあのね、アニメのゴムゴムの王のあの、ちょっとね、あのね、子供がこうランニングで、例えば虫取り、はいはい、紙を持ってたりとかね、そういうイメージもあるかもしれないんですけれども、今ではですよ、その麦わら帽子も大人の女性や若い女性にも愛されるファッションアイテムに進化しているんです。まずは毎年この時期に麦わら帽子のコーナーを展開しているというハンズ広島店で聞いてみました。カジュアルにもちょっとしたお出かけにも合うようなデザインもあるので、はい、幅広く人気の商品です。ずらりと並んでいるのは創業明治13年埼玉県春日部市にある田中帽子店の製品。今も昔と変わらない製法で伝統的な麦わら帽子を作り続けています。その麦わら帽子が進化を遂げて今ファッションとして注目されているというんです。この中で私の中のおすすめはこちらのカンカン帽になります。なんかどちらかというとこう昔のおじちゃんがかぶるっていう形だと思うんですけど、こちら の帯がちょっと優しいベージュだったりこのオリーブカラーを使っているので、こう女性がかぶってもすごい素敵に見えるっていうので、今年は結構女性の方に手にたくさん取ってもらってるかなと思います。一方男性に人気なのがこちらのカラーシリーズ。普通の麦わら帽子よりもよりカジュアル感が増すので幅広い層に人気なんだそうです。そしてうちの一番一押しの商品はこちらになってまして、ハンズの限定モデルっていうのを作ってもらってます。他の麦わら帽子と違って特徴がこういったかぶるとこういう形なんですけれども、ここのベルトを外していただいて折りたたんで、まあ、持ち運びができるっていうのが特徴です。柔らかい素材でできているので、ツバもその時の気分で上に寄ったり、日差しが強い時はしっかり日陰を作ったり、アレンジできるところも人気の理由です。早く梅雨が明けて暑い夏にぜひ一個皆さんの手に届けられたらなと思います。一方こちらは尾道市、藤井製帽小売部は70年以上続く老舗工場の技術を生かした天然素材の帽子を扱うブランドショップです。最近は天然帽子の幅もとても広げておりまして、皆様に帽子との距離を近く感じていただけるように、素材だったり形だったりをいろいろ考えてデザインして、ファッションとしても楽しくこう取り入れられているような印象を感じております。こちらの帽子は植物のラフィアヤシを素材にしているんだそうです。ヤシの素材を細く裂いて、それをかぎ針編みで細かく編み込んだ帽子になっております。で、手編みなので通気性も抜群で風通しもいいため、暑い夏にはとても涼しく軽くかぶれると思います。そして注目はそのシルエット。前はしっかりツバがあるんですけれども、後ろの方はツバをクッと上げているデザインになっているので、横からのシルエットだったり後ろからのシルエットがとても綺麗で360度楽しめる帽子になっております。こちらはマニラ麻から作られた素材を使い、特殊な技術で仕上げた一品。キラキラとレースのような木漏れ日が差し込む、とても綺麗で繊細な商品になっております。日よけ対策というよりはもうファッションを楽しみたいお客様だったり、涼しくかぶりたいお客様にとてもおすすめしております。現代ではまだ再現できない昔作られた繊細な素材を使用しているため、その在庫がなくなれば生産終了という貴重な帽子なんです。そしてこちらは頭の天井部分とつばの部分は大麦、麦を使用しておりまして、腰の部分はコットンオーガンジーの生地を使用しているので、ペタンと
折りたたむことが可能です。皆さん麦わら帽子を畳むっていうのは考えても見なかったとか、畳めると思ってなかったってよく言われるんですけれども、本体は傷つけることなく畳んで楽しめると思います。麦わらをはじめとする天然素材の帽子、軽さや涼しさ、遮熱性という特徴にファッション性が加わることで注目度が高まっているんです。帽子自体似合うか似合わないかというので、すごくこう距離を感じられているお客様も多いと思うので、ぜひ似合わない方はいらっしゃらないので、いろんな形を試しにお店にもいらしていただけたら、いろいろアドバイスもできると思いますので、ぜひお店にもいらしてみてください。おしゃれなんですよ。なんか進化がちょっと想像を超えてませんでしたか。そうですよね。麦わら帽子って言っても本当いろんな形、はい、素材があって、うんうん、今折りたためるものもあるんですね。あれだったら便利だから、ね、はい、便利ですよね。結構柔らかいんですね。昔の麦わら帽子は硬かった、ガサガサしてたし。確かに確かに。そのあたりもいろんな進化を遂げていますし、まあ、素材がいろいろ出てくることで、その折りたためるような、ね、柔らかい素材で作ってあるんだと思います。わらとか麻とかね、ラフィアとかも出てきましたけれども、まあ、天然素材を使った帽子の総称のように麦わら帽子になっているんですよね。はい、まあ、これから梅雨が明ければ夏本番ですから、ぜひお気に入りの一つを見つけてみてください。京北でした。